よろしくお願いします。としのみやです。それではですね、本日も、追してやっていきたいと思います。まあ、前回ね、窓ガラス100枚吹けということでね、言われたんで、まあ、そちらをね、エース君と一緒にやっていきたいと思います。っていうところからやっていきましょう。うん。さあ、プロローグ11、炸裂ウィンドウ。うん。大食堂。一日中掃除して、もうクタクタなんだぞ。それなのに、これから窓拭き100枚だなんて。まあ、これは自分が悪いから仕方ないな、グリム。うん。頑張れ。俺に来いたらおとなしくしなさい。それにしても、あのエースってやつ遅いんだぞ。俺様を待たせるとはいい度胸だ。イライラ。いや、これエース君来ないパターンではないか？エースこれ、サボったかもしかして。エース君？エース君、やったなこれ。いくらなんでも遅すぎるんだぞ。それは、やったな。まさかあいつ、逃げたんじゃないだろうな。これは許されませんね。ちょ、探しに行きましょう。罰を俺様たちだけに任せて逃げるなんて、許さないんだぞ。いや、これは許されない。エースを捕まえて、窓掃除させてやるんだぞ。うん、あ、でもこれ窓掃除する枚数増える未来しか見えないんだけど、このグリム君。大丈夫？さあ、教室。うん。教室に来たよ。あらー！エースはどこだ？隠し立てすると、ただじゃおかねえんだぞ！なんかヤクザ来た。グリム君がヤクザになった。かわいい。もう誰もいない、うん、あ、誰もいなかった。悲しい。私がいるよ。肖像が喋るじゃん。絵が喋った。まあグリム君はアホだな。なんだい？喋る絵画なんかこの学校じゃ珍しくないだろ。おお。あっちの壁の貴婦人も、こっちの壁の紳士も、みんなおしゃべりするよ。すごい。魔法の国だな。肖像画には口があるんだから。うん。おしゃべりもするってものさ。普通のことだろ。普通ではないんだよな。でもグリム君は知っててほしいな。普通は喋りませんだな。君の普通と私の普通は違う、うん、個性は尊重し合ってこそだ。そうだろ。すごくいいこと言ってるな、肖像画さん。えら、君たち誰かを探してるのかい、うん、エース君探してるんだけど。エースを探してるんだぞ。顔にハートが書いてあるモサモサ頭のやつ。わかるかな。ああ、知っているとも、うん、今日から入ってきた新入生だね。すごいね。少し前に寮へ戻っていったようだけど。おい、逃げてんじゃねえか。あの野郎、やっぱり逃げやがったんだぞ。どっちに行ったかわかるか。ほら、結局窓掃除せずに最終的にまた怒られるんじゃない。あ、寮は東校舎の奥さということで、はい、はい。追いかけるんだぞ。追いかけてていいんかな、これ。窓掃除50枚してから追いかけた方がよくない？大丈夫？あ、プロローグ12、罰則エスケープということで、罰則から、いや、ぶっちゃけ僕らも逃げてきたことになっちゃってる気がするけど、窓拭き100枚なんかやってられるかってな。さっさと帰って。おっと、エース君、何か言ってんの。いった、いいぞ、グリム。見つかった。待つか、待つんだぞ。一、うん、人だけ抜け駆けはさせねえんだぞ。待つって言われて待つわけないっしょ、うん、お酒一人だけ強いんだぞ。逃げてった。俺様だってサボりたいんだぞ。そうだな。でもちゃんとやろうな。あ、別の子出てきた。リュウスくんだ。どうも。どいた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 。あ、これ捕まるんじゃない？大丈夫？あ、いっ、え、うっ。その人捕まえてください。その人掃除をサボる悪い人です。その人掃除をサボる悪い人です。何？それは悪い奴だ。人を捕まえるには。それは悪い奴だ。リュウスくん、リュウスくん可愛いかもしんないな。何？それは悪い奴だ。可愛すぎるだろう。やば。足を止める。いや。拘束する。いや、いろいろ考えてるね。絶対に逃げられるやつ、それ。それとも。それダメ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 。何でもいいから、ぶち殺すんだぞ。早く。早く。何でも、何でも、今何でもって言ったってやつだ。ユース君どうした？大丈夫か？何でもいいから、いでよ。いや、なんかむちゃくちゃなことしてる。重たいもの？おっと、ユース君、オーマイガー！殺してる、殺してる、それは。エース死んだじゃん、これはさすがに。見てみろ。
いやー、ちょっとね、これ。ベースのやつ、でっけえ釜の下敷きになってぺったんこになってるんだぞ。いや、今の死んじゃうよ。大丈夫？大丈夫かな。大釜が出るとは、ちょっとやりすぎたか。いや、やりすぎてよ、完全に。うん、すごいね、リュウスくんの魔法すごかったね、それは。いいじゃんかよ、窓拭き100枚くらいパパッとやっといてくれたってさ。お前がやれ。いやー、パパッとできるわけないでしょ。学園長命令です。パパッとできるわけないでしょ。うん。罰で窓拭き100枚って、一体君たちは何をやったんだ。いや、本当に何やったんだって感じだよね。今朝そこの毛玉とじゃれてたら、うん、ハートの女王の像がちょーっと焦げちゃっただけ。相当やばいんだよな。グレートセブンの石像に傷をつけたのか。それは怒られるに。せっかく名門校に入学できたっていうのに、うん、初日から何をしてるんだか。リュウス君すごくいい子だ。せーなー、可愛いなこれ。つか、お前誰？うん、僕はデュース、デューススペード。でもこの子さ、あれじゃない、今までさ、大体はハテナハテナハテナだったのに名前。あのこの子出てきた時からデュースって名前ついてたね。お前も覚えてねえじゃん。お前も覚えてねえじゃん。悲しいな。とにかく、うん、学園長からの命令なら真面目に取り組むことだ。デュースとは真面目なんだな、はいはい、すごく真面目だな。うーっと、うん、じゃパパッと始めますか。お、あ、ちゃんとやるんだ、エース。偉いじゃん、意外と。頑張るね。うん。あれ？そういえば、グリム逃げたな？あ、毛玉がいない。うわ、あいつ逆に逃げやがったな。許せんな。うん。あとはお前らに任せたんだぞ。それは許せませんね。バイバイ。捕まえるか、あいつ。あんやろ、うん、俺を身代わりにしたな。なんかこれ、一生追いかけ合ってる間に一日終わっちゃわない？大丈夫？ジュース？ジュース、ジュースやめてあげて。ジュースじゃない。ジュースじゃない。デュースだ。デュ。かわいい。お前にも責任あんだから、うん、あの毛玉捕まえるの手伝えよ。まあ、窓は吹かなくていいけど、毛玉捕まえてくれたらありがたい。なんでって気持ちもわかる。魔法使えないから戦力外。行くぞ。行くぞ。よし。ということで、やっていきましょう。うん。ニコロのオーツが、右から左に、移動します。緑の場合は画面のとこをタップしても反応します。待って。その続き読んでなかったからわかんないんだけど。大丈夫これ。大丈夫？別にどこタップしてもいいやつ？普通に。うん。ほら、止まれそこの毛玉。うん。いやー、絶対嫌だな。いやー、あー。うん。ということで、やっぱ追いかけっこするしかないかと。うん。あ、ジュースついてこいよって。この子たち仲良くなりそうだな、結局。うん。いいね。よし。やっていきましょう。緑のノーツは画面の好きなところをタップ。はい。いいよー。いやー、ちょっと待って、これやってないとちょっとあんま喋れないかも、僕。やっぱね、こういうのね、僕、できないんで。この簡単なレベルでも僕できないんで、多分。うん。この喋りながらだと大変難しいですね。よし。いやー、まあ意外とできてるけどね。できないって言いながら今のところ、だいたい失敗はそんなにしてない気がするし。まあ大丈夫だとは思うんだけど、難しいよね。うん。よし、この辺で一回休憩かな？ストーリー。うん。また行き止まりに追い詰められてんのか、グリム。毎回アホだな。うん。さあ、魔法で足を止めれば、同じこと二人で考えてる。仲いいな、君たち。うん。あ、そこで喧嘩して逃げられる。アホだ。じゃ、買おうよ、買おう。かわいい。うん。ユース君いいな。急にかわいいな。うん。なんかストーリーをやっぱ知っていくとみんな可愛くなっていくね。いい感じだ。いやー、難しいぞ。よし。さあさあさあ。これ喋りながらできないかも。いやー、よし。いやー、何も喋ってないよ、今。いや、喋ってるふりして、にゃーって言ってるだけだからね。うわー。よし。でもこれでクリアでしょう。オッケーオッケーオッケー。とりあえずクリアしたんで、問題なしです。溜まったら窓拭き100枚。いや、なんか今嘘ついてる。エースがそっと嘘ついてる。うん。
してリュウス君と魔法を打つタイミングが合わせるらしい。え、もう打っちゃったじゃん。くさ、また喧嘩してる。うん。ちょ、グリム逃げようとしてるよ。もしかしてもう一周ある？いやー、グリム逃げちゃった。うん。終わった。オッケーオッケー。うん。めっちゃ逃げられた。さあ、プロローグ13、軽率タクティクスということで。今回これ終わったら終わりくらいにしようかな。うん。さあ、大食堂。ああ、ちょろちょろ仕上がって。なんか、捕まえられる、あれだね、さっきまではグリムが仲間だと思ったけど、完全にグリムが敵になったね。うん。シャンデリアに登るとは卑怯だぞ。これまたさ、なんかさ、さらに物壊したりしない？大丈夫？何か挟んだり、捕まえたりする。ヒュース君、ブツブツしてるな。そうだ。そうだ。なんかいいアイデアがあって。あと？あと何かダメなことしようとしてる？やばいことしてる？ペンこっちに向けてんの？おっと？リース君を浮かせようとしてる？投げればいいんだ。オーマイガー。嫌な予感しかしないな。冗談でしょ。行けリース、飛べ。浮かすな。やったれ。俺のこと投げる気かよ。やめろ、マジで。いいぞ、エース。一人捕まえろよ。一回捕まえろよ。よく狙って。行け。行くぞ。やば。行けリュウス君、飛ばせ。シャンデリアが、うわぁ、ちょっと待って、何してる何してんのこの人でしょ、普通に。やば、さらに物破壊した。知らんね。今度は何枚窓ガラス組んだろう、3人で。うん。しまった。捕まえた後の着地のことを考えてなかった。かわいそうに。バカじゃねえのグリムは捕まえたけど、チュース君は明らかにバカだよな。学園長に知れたら、あ、絶対現れる。これはもう来ちゃうよ。知れたら、何ですか？いや、来ましたね。優しい人が来ましたね。うん。学園長。学園長。かわいい。うん。あなたたちは、一体何をしているんですか？いやー、怒ってるね、学園長。目が回るんだぞ。送り物もダメだ。石像に傷をつけただけでは飽き足らず、うん、シャンデリアまで破壊するなんて。いや、もう怒ってますよ、学園長。許せません。うん、全員即刻退学です。やめて、いじめないで。やめて。そんな、どうかそれだけはお許しください。俺はこの学校でやらなきゃいけないことがあるんです。リュウス君かっこいい。バカな真似をした自分を恨むんですね。リュウス君は本当にただバカだっただけだったんです。許していただけるなら弁償でも何でもします。このシャンデリア、ただのシャンデリアではありません。ありません。魔法を動力源とし、永遠に尽きないろうそくに炎が灯る魔法のシャンデリア。そうなんだ。伝説の魔法道具マイスターに作らせた一品です。学園設立当時からずっと大切に受け継がれてきたというのに。あらら、歴史的価値を考えれば、10億マドルはくだらない品物ですよ。あ、それを弁償できるとでも。やっちゃったね、これは。これは終わったな。うん。でもさ、先生の魔法でパパッと直せちゃったりとか。直せちゃったりとか。魔法は万能ではありません。あら。しかも、魔法道具の心臓とも呼べる魔法石が割れてしまった。あー、やっちゃったね、これ。二つと同じものはない。もう、やらかしだ。このシャンデリアに光が灯ることはないでしょう。あらら。そんな。いやー、もうダメだ。諦めよう。みんなで退学だ。何やってんだ、俺は。母さんになんて言えば。かわいいな。そう。一つだけ、はい、一つだけシャンデリアを直す方法があるかもしれません。ほう、方法だけに。うん。このシャンデリアに使われた魔法石はドワーフ鉱山で採掘されたもの。はい、同じ性質を持つ魔法石が手に入れば修理も可能かもしれません。
同じものは2つとないとか言ってたけど、それはいけるんだ。魔法石を取りに行きます。取りに行きます。行かせてください、うん、ですが、鉱山に魔法石が残っている確証はありません。閉山してしばらく経ちますし、はいはいはい、魔法石が全て掘り尽くされてしまっている可能性も高い。大学を撤回してもらえるなら何でもします。リス君大変だね、巻き込まれただけなのに。では一晩だけ待って差し上げます。一晩でいい？一晩で鬼だな。明日の朝までに魔法石を持って帰ってこられなければ、うん、君たちは退学です。あーかわいそう、はい、ありがとうございます。頑張れ。しゃあね、じゃあパパッと行って魔法石を持って帰ってきますか。さすがにね。ドワーフ鉱山までは、うん、鏡の間のゲートを利用すればすぐに到着できるでしょう。鏡の間すごいな本当に。はい、うん、ということで次回は頑張ることになった。俺様は一体何を、うん、お前も来るんだよってずっと傷つけた方が幸せだったかも。とんでもないことになっちゃってみたい。うん、あーみのまー、うん、あーなんでこんなことになっちゃったかな。ついてなさすぎ。ブツブツ言ってる時間はない。行くぞ。さすがにかわいそうだ。闇の鏡よ、僕たちをドワーフ鉱山へ導きたまえ。あ、ということで、ドワーフ鉱山に。え、なんかすごいおしゃれ、ワープ。うわー、眩しい。うん。はい、ということでね。次回は、不本意トラベルということで。まあ、次回、この続きからまたやっていきましょう。今回ここまでで。よし。それでは、お疲れ様でした。またねー。バイバーイ。